打席に立つたびにスタンドからは、MVP コール、が鳴り響いた。過去ア・リーグで2度受賞している大谷は、移籍してきたなリーグでもいきなり MVP を取ってしまうのか。過去に MLB で打者1000人の DH が受賞した例はなく、やはり守備面での貢献度のなさが指摘されてきた。一つのデータとして参考にされているのが、走攻守を総合的に算出して勝利への貢献度を示す王というスタッツだ。 大谷と MVP を争う候補筆頭はニューヨークメッツでナショートとして鳴らすフランシスコ・リンドーアー。怪我で離脱中である彼の王は7.4で大谷より数値が上だ MVP 候補にふさわしいというのが論拠となってきた。今回、ニオで9アンダー4本塁打12打点3盗塁を叩き出した大谷。データ専門メディアのファングラフズとベースボールレファレンス。 は共に王の最新値を更新し、驚きの数値が弾き出されたのだ。前者は7.9で、後者に至っては8.0に達し、どちらもナ・リーグの断然トップに躍り出たのである、リンドーアの数値はそれぞれ7.4と6.6。米ネットワーク、ESPN、デ・ドジャース版のブレイク・ハリス記者は X を更新し、 大屋の王がついに林道輪を突き放したことを紹介。まあ何にせよ、もう黙らせたね、と綴り、大谷が規格外のハイパフォーマンスで MVP 選出への懐疑的な声を一掃したと見ている。もちろん MVP は記者投票で決まるため、王は単なる指標の一つに過ぎない。それでも超人気チームへの電撃移籍、史上最高額での契約、フィールド内外でのフィーバー、あまたの記録更新。 そして50から50達成など、大谷は今季の MLB に特大の話題を提供し続けてきた。それに加えてスタッツでもライバルを圧倒。残すは8試合、初の DH、MVP、誕生はほぼ確定したと言えるのかもしれない。